はい、島の新年総会です。バタバタで、このホールも出なきゃいけなくて、ちょっとパッと目について近くにいた人を撮ります。原宿店ジニアスタイリストの川添誉と申します。僕も YouTube やってるんで。あ、誉さんも YouTube やってるそうなんで、はい、靴はドクターマーチンの靴底のやつですね。はい、パンツで、パンツとトップスはもう全部ドルガバーで、アクセサリーはほぼクロムハーツです。あ、ドルガバーなの。はい、自分で買ってるのすごくない。そうですね。これもベルトですか。うん、ベルトは違いますね。この辺はちょっと重いんですけど、ちょっと指をもう一回。銀座店ディレクターの青木です。お願いします。青木さん2回目です。どうぞ。はい、マックインとあと韓国のブランドのオリジナリーピープっていうブランドと、あとはアダエラーっていう韓国のブランドのコートです。あ、もう全部言ってくれたってことですね。はい、韓国でまとめて今日は来てます。韓国スタイルが今日のポイントです。スタイル韓国のブランドでまとめて、はい、ブランドでまとめてます。青山店レセプショニストの梅村です。相馬さんが後ろで片付けてるいや、いい感じに全然大丈夫、いいです、この方がいいですから。靴入んないんで、ドレスがスキムスって読むんですけど、はい、一周前やったアレンジみたいなやってるね、この止めるやつも。あ、そうです。ピアスがダックミスで、それだけですね。ティファニーあとはネイル変えました。新年総会に向けてギラギラに。どこ行ってるんですか、ネイルは。あの原宿店の裏にある。あ、そうなんだ。サロンにずっと行ってます。はい、はい、青山ピーク店スタイリストの丸山紀子です。よろしくお願いします。足が、靴がニードルスのブーツです。気候とか出たことあったね。あります。パンツ、パンツがセリーヌのスキニーパンツになります。で、ベルトがルメールで、シャツがザラで、ジャケットが少し前のホールスミスのコレクションです。ネックレスは、ネックレスが、アリクスのネックレスです。時計、グッチの時計です。で、アクセサリーはマルジェラとクロムハーツですね。はい、はい、ありがとうございます。原宿店アシスタントの山川です。靴がトーガビリリースで、パンツもジャケットもトーガで、ベルトもじゃん。ベルトもです。あ、うん、そうです、ベルトもトーガです。あ、全身全身トーガです。あ、これ僕も持ってます。あ、持ってるんですか。あ、違った、H&M のあれかと思った。あ、コラボのやつじゃないです、うん。で、ネックレスがアワーレガシーです。インナーはユニクロです。はい、じゃちょっと一周。はい、まだのポイントはネイビーが好きで、なんかちょっと変わったデザインだったので、成人式用に買ったやつなんですけど、一回しか着なかったので今日着てきました。セブン店スタイリストの高園です。はい、靴は、靴はザラです。ザラでこんなの売ってんの。はい、紙タイツは、あ、ちょっと忘れちゃいました。ノーブランドで。はい、シャツは、シャツはベトモンです。アンケラ書いてあるね。はい、ピアスは、ピアスもう海外通販で買いました。はい、サングラスは、サングラスもそうです。通販はどこの。結構インスタとかで見つけたりして。あ、それでもうこっち入れるって感じですね。はい、でちょっと一周回ってください。コーデのポイントは、コーデのポイントはカジュアルになりすぎないように、靴で外して、靴、そうですね。はい、綺麗です。ありがとうございます。はい、はい、セブン銀座店ディレクターの花です。はい、原さん今日すごい飛ばしてます。ちょっと攻めっていうテーマなんで。ブーツは、これはなんだっけ、
ザラだった気がします。あ、これもザラ、はい、ザラもデザイン性があるやつ。結構、はい、最近可愛いです。靴とかも可愛いです。スカートはディゼルではない。これは、はい、あの J レッドロンドンっていう海外のサイトで買いました。セットアップです。あ、バッグは、バッグはバレンシア、バレンシアは、その中のその気になるインナーのこれも海外サイトのコルセットみたいな感じですね。一周、はい、後ろを巻いてもらっていいですか。細くなきゃね、着れない。このね、これサングラスも海外です。シャネルって書いてない。いや、これシャネルっぽいやつですね。あ、そうなんだ、ね、はい、ネックレスは、これは何だろう、これも海外のサイトで買いました。ちょっとブランドわからないです。はい、割とこういう色味が好きなんだね。結構、はい、ダークな色が好きです、ね、ハイトーンなんでやっぱ映えた方が。あ、そういうことですはい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、今日は、韓国のブランドですね、ニューインっていうジャケットで、ここがハートに割とでかいシルエット気に入ってます。でシャツがユナイテッド東京かな、この白のパイピングが可愛くて前なんかで紹介したかも。でパンツが一宮さんのやってるブランドのパンツ、あ、 NO か、うん、NO はボスです。はい、上着は着てきませんでした。急いで来たタクシーって。もうバタバタでぐしゃぐしゃだったんですけど、もっとみんなおしゃれにしてきたんですけど、なんか押しちゃって会場が、もう会場出なきゃいけなくて、もう広いんで、なので撮ってきたかな。